こんにちは。心と体のセルフケアアドバイザー兵庫徳夫です。今日は正義ってなんだろうっていうことについて話してみたいと思います。正義という言葉一つにとってもいろんな解釈で定義づけられています。一般的には人の道にかなった正しいことっていうふうに定義づけられていたり、正しい解釈というふうな定義づけもされています。正しい解釈というふうに定義づけられていたとしても、人それぞれの正しいっていう価値観は違うわけですから、いろんな正義というのが生まれてきます。例えば、事実は一つだけれども真実はたくさんある。起こった事実、出来事に対してそれぞれがそれぞれの解釈をして定義づけて、自分の価値観で正しいと判断してしまうと、それが真実に、それぞれの正義感を主張し合うことはあるとは思うんですけども、自分の正義感を相手にも押し付けようとする、そこに争い事が起こっていきます。ひいては戦争、歴史上、起こってきました。今身の回りに起こっていることで例えてみると、病気にはなりたくないってみんなそういう価値観を持っていると思うんですけども、感染症にかかりたくないから予防をしていくと思っている人もいるでしょうし、私みたいに血栓ができていくと心疾患っていう病気に陥る、その予防をしたいって思っている人もいるわけです。ということは、感染症対策を優先するっていうふうに押し付けてくるっていうことが、私の正義には反するっていうことになる。ということで、もう一度、一般的な正義の解釈、人の道にかなった正しいことっていうふうに、捉えるようにすると、他者の人権を奪っていいっていうことにはならない。それは決して正義ではないっていうことになります。まあ、一度日本国憲法第13条の個人の尊重っていうところを大事にしていきましょう。